おはようございます。ここにいる方はどなたかを後でお伝えします。カイト君、今日はですね、ベントレーのクラブを持つ、あゆちゃんとのバトルになるんですけれども、今日使うクラブはこの小池さんです。はい、小池さんが用意してくれました。ありがとうございます。あれです、持ってきてください。じゃじゃーん。さあ、これは何のクラブでしょうか。外すのが早い。小池さん、これは何ですか。これはですね、はい、僕が趣味で作ったタイガーウッズと全く同じセットですね。タイガーウッズですか。ついにキングオブゴルフ行きますか。キングオブゴルフ、そうだね、ゴッドだね。ゴッド行きますか。ゴッドであるキングだね。はい。やべえ。テイラーメイドから出たアイアンで、はい、これはそのまま作ったまんまで、あの売られてるまんま。売られてるものが全く同じだっていうことですね。ロフト角がタイガーウッズは7番35度なんですけど、はい、これは一応34度でちょっとそこまで気にしてるんですか。ちょっと飛ぶような半端じゃねえ。で、3番アイアンだけちゃんと僕グリップ直し差し直したんですけど、うん、タイガーウッズはグリップ逆向きに差してるんで、それは合ってないけど。逆向きっていうのは上下逆ってことですか。このゴルフプライドっていうのが裏に来るように。ああ、そうですね。で、まああとこのシルクのプリントとかもいらないって言ってタイガーは使ってないですけど、まあ、そういうマイナーチェンジはあるものの、そういうの聞きたいですね。で、ドライバーはすげえ、ドライバーこれもケプカと同じシャフトなんですけど、ディアマナ、ディアマナの D プラスっていう、日本で売られてないシャフト、はい、アメリカでしか売ってない、うん、6TX ですか。 それってどうなの。めちゃめちゃ硬いです。僕はちなみに全く触れません。これは作ったはいいもの。そうそう、これシャフトだけで3万5000とかするのをネットで取り寄せて、バランスまで合わせて45インチ D の 3.5 で。そういう情報ってネットに出てるんですか。ケプカコーデ、英語のサイトを読むと、まあ、ちらほら出てなかったり出てたりみたいな感じで、なんか G ゴルフウィキリークスみたいなサイトがあって、はい、そこに一応書いてあって、マスターズ優勝した時とウェイトポジションは一緒。タイガーと、あ、そう、こうなの。タイガーこうなの。タイガーこうなの。こんな前にやってるんですか。ゾゾちゃんの時真ん中にありました、こことここ。そんなことまでしている。結構マニア。すげえ。いや、結構どころじゃないでしょ。はい、まあ、スーパーマニアでしょ。はい、で、これが 6TX、うん、3番が 7TX、 5番が 8TX ですよ。だんだん重くなるの。そう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 。で、5番ウッドだけチップカットしてて、振動数とかの情報まではなかったから、そこまでは合わせられなかったんですけど。いやいや、そこまで合わせる人いない。絶対いない。で、5番だけなぜか M3 なんですよね。え、タイガーですか。タイガーです。忠実にタイガーですね、これ。カイ君、これでぶっつけ本番でいってほしい、はい、あとね、パターがね、パターは、うん、ちょっとね、パターは、俺あれめっちゃ期待してたんですけど、パターは僕一応 GSS の自分のでは持ってるんですけど、じゃない。でもちょっとパタータイガー打つと全く一緒すると150万とかしちゃうんで、これ一時期パター不調だった時にタイガーが使ってたアードモア。へえ、俺打ったことないこれ。で、グリップはずっとそれなんで、タイガーはピンのブラックアウト。グリップだけピンなんだ。そうそう、そうなんですよ。ずっとスコッティキャメロンの時からもずっとこれ。へえ、これ超安いんですよ、このグリップ。絶対これ1500円ぐらいで買えちゃう、このグリップ。ありがとうございます。パターだけはちょっとさすがに GSS は用意できなかったので、これ。いや、もうありがとうございます、ね、やばいっす、ちょっと緊張するっす。ちょっと打ちたいでしょ、したいっすもうね、練習しないとですね。そのどうなんすか、ウェッジは。ウェッジいいっすね、めちゃめちゃ高いっすね、うん、おー、なんかこれがキャビティバッグ使ってるんで、もう正反対なんですよ、アイアンが。マッスルとキャビティなんで、うん、でも、いや、さすがに打てますね。さすがですよ。いやいやいや、そんなことないです、本当に精一杯です。なんかいいじゃん、球が。めちゃめちゃいいですよ。綺麗じゃん、球が。ちょっとおしゃれじゃないですか。ねえ。いや、だから刀っぽいです、刀。あー、物で言ったら切るみたいな近さが。じゃあ、7番いきます。いいじゃん、かっこいいじゃん、球。いいっすね、球かっこいいじゃん。これめちゃめちゃいいっすね。5番いって3番いきます。球が柔らかく見えるね。うん、柔らかいっすね。
いいじゃん、かっこいい。200100くらいじゃないですかね。え、今ね開封してるんですけど、これなんです、これなんです。すごい、これタイガーウッズが丸々使ってるのに寄せたらしいです、頑張って。あの小池さんという方が寄せたらしいです。で、今日のタイトルはタイガー VS ベントレーっていう、すげえなんかどうしたのっていうタイトルで、この3鉄構えて見るだけ見て、見た感じやばいです、やばくない長いよ、多分一応じゃない、ヘッド遠いよね、ちょっと撮りましょうか。ヘッドがなんかね遠いよね、いない、じゃいないすごいね、いないもん。打てる、え、打てない、当たる。260ヤードぐらい打てるらしいです。はあ。いや、気持ちいい。でもいい当たりすると230だ、めっちゃ気持ちいい、うん、なんだこれ、こういうのを使いたいんだ。あゆちゃんどうだったの。私、昨日ですか、これ一応お貸ししましたけどいやでも良かったです。大丈夫、はい、なんとかなると思います。勝てそう、勝てそう、いや、うん、勝ちます。勝つしかない。練習行ってくる言ってたもんね練習しない、練習とかしないよしないよテスト勉強してないみたいな言い方してるこの人たち僕は実は5番ウッドってちゃんと打つの高校生ぐらいです。あ、持ってないんだ。持ってないんで。ああ高っ、3番より高い。はあ、ちょっとやばいね、ちょっとなんか慣れてきてるよ。ちょっとへこんだっす、ヘッドが。ほんとだ、え、あれ俺はドシンクってそんなことある、へこんだ。すいません小池さん。いやいやいや、それは大丈夫なんですけど、うん、すいません。待って、そんなことある。タイガーがついてこないです僕に言うね、カンさんかよ君はどういうこと。じゃあへこんだの、陥没したの。え、こうなってないですよね。はい、なって、全然なって、全然なってないこんなことある。え、大丈夫ですか。いや、大丈夫は大丈夫ですけど、だって何も悪くないし。ちょっとお休みしましょうか、じゃあお休み、これお休みしましょう、お休みしましょうすいません。いや、大丈夫大丈夫、ちょっと作ったところにあれします。はい、呼んでくださいね。このスプーンいいな。アイアンめちゃくちゃいいっすよ、ね、楽しいっすこのクラブ、うん、全部。なんか僕が言うとさ、お前ふざけんなって言われるけどさ、タイガーっぽい曲がり方だね今のね。お、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。いいいいよ、タイガーさん。気づいたら、気づいたら。おはようございます。おはようございます。今日は皆さんと動画撮ってほしいんですけど、はい、よろしくお願いします、はい、あれなんですけど、ただ、はい、今日はあの二人が、はい、タイガー VS ベントレーっていう謎の対決をするんですけど、はい、すごいですね、これやばくないですか。これやばいですもう車のシートらしいです。そう、いい球打ってんだよあの人。結局さ、僕が言うとまた怒られるんだけどさ低スペックなものを使ってたんだよ、自分を低く見すぎていたんだよ。本当はタイガーだったんで、だから赤い服着てこないとダメなのに赤い服着てこないから。そうですね、低寄せない、うん、俺迷ったんだけどなかった、この時期に着れる赤黒がさすがに。これ5番か、5番、これ6番、6番、いい球だな。いいじゃん、良さげだね、いいじゃん。どうなんすか、一回クラブよりいいんじゃないかぐらいじゃあこの対決はどうなるのか、タイちゃん予想を。予想ですか、うん、2人とも自分のクラブじゃないのに普通に打ってるんで、まだ僕のキャディバッグ分かんないですね、分かんない、きた不足布の。どっちも普通にいつも通りゴルフできそうな感じです。ですよね見た感じなんか普通じゃんってなっちゃった。じゃあ、意気込みをお願いします。ベントレーのクラブで、うん、タイガーには勝ちます。はい、いいっすね、いいっすね。5番ウッド、申し訳ない、そんなことあるんだ。いやいや、全然、意気込みお願いします。5番ウッド割った人、はい、
いやまあちょっとねぶっちゃけマジでちょっと動揺してます。5番ウッドの件に関してはほんとすいませんでした。なんですけど、はい、今日相手がアユなんで、うん、全然勝てます。じゃあちょっと今回タレだったらワンチャン分かんなかったけど、うん、アユっすよね、うん、余裕っす。ありがとうございます。人で選んでる。ありがとうございます、はい、人で選ぶ最低のやつ。ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんバトルを楽しみにしてください。